農村青年社は1931年に日本で設立された無政府共産主義団体。1932年は解散宣言を出しているが、1937年には関係者約350名が検挙され、大逆事件の再来として農村青年社事件が大きく新聞報道された。当時の日本の疲弊していた農村部を救済することを希求して、 ヤギアキコラによって1931年2月20日に結成された。その後、運動資金獲得のための説盗行為を行っていたことが発覚し、刑事事件として処理されたため、1932年9月27日には解散宣言を行っている。ここで組織的な実質活動は停止したが、 メンバーのうちの何人かがアナキズム思想を持つ日本無政府共産党へと合流し、1935年11月10日に日本無政府共産党ギャング事件が発生する。同年11月27日から翌1936年にかけて無政府主義者の一斉検挙が行われ、農村青年者の関係者らも一同三府十一県にわたって、 約350名が検挙される。この検挙の結果、無政府主義者に対して、初めて治安維持法が適用され、約30名が起訴された。秋山清は、次著日本の反逆思想において、農村青年者事件を最後として、戦前のアナキズム活動は収束してしまったと述べている。保坂正康の研究によれば、この一斉検挙は、第二の大逆事件として、 公明心に流行る検事によって主導されたでっち上げであり、農村青年者の関係者に反政府的な願望がなかったとまでは言い難いが、行動計画も何もなく、高徳周水らの大逆事件のような思想犯や、国事犯の裁判とは異なる裁判の雰囲気であった。また、戦後となる昭和20年頃に、事件で逮捕された者たちの家を、長野県警察部の思想担当刑事が訪れ、 拷問などが行われなかった証明書の執筆を求めたと保坂へのインタビューで当事者たちは答えている。農村青年者事件に関するカテゴリー、ありがとうございます。